ちください。ナオミはいた。私のそばに。ナオミは見る。いつもびっくりしたように目を見張り。ナオミは見る。私には見えない遠くを。懐中電灯ですね、お配りしますが。はい、茨城新聞の古い時は茨城という紙面ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、皆さん の、 調査の相談に乗ってくれるカウンターがレファレンスカウンターですので、古い本ですね、そちらが地下書庫というところに置いてあります。私の後に入れてもらっていいですか。なんかいるかな、怖いね、なんだろう、怖いね。ちょっと階段になってるから気をつけてね、うん、図書館の本というのは1、哲学、2、歴史、3、ちょっと難しいかもしれない社会科学ですね。手招きしてますよ。幽霊さんが本が大好きなんだけど探せないから探してほしいんだって。レシート出したやつ、あ、それがね。図書館の使い方が楽しく分かって面白かった。ちょっと怖かったけど、すごい幽霊とかが出てきたところがすごかった。楽しかったです。なんかあまり知れないところも知れたので面白かったです。暗い図書館なのでいつもとは違ってなんか新鮮な気分になりました。図書館の方は毎週こう利用させていただいてるんですけれども、だいぶこう雰囲気が普段と違って興味を持って参加できたんじゃないかと思います。夜の図書館はこんな感じなんだとか、皆様多分お一人お一人がちょっと思ったところはあると思いますので、それでですね、本を読んでみたりとかそういうところにつながっていただければいいと思います。図書館がこういうところなんだなっていうのを感じていただければよかったのかなと思います。